森田理香子プロが逆転優勝した時の動画です。岡本綾子プロの気持ちの入った解説も一緒にお楽しみください。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いいたします。ご覧のロケーションです。はい、狙い目は左センター狙いがいいですね。はい、右サイドが崖になっています。さて森田のセカンド、トップ藤本とはわずかに1打差。このスイングいかがですか。いいです。お、いいですよね。フィニッシュ、フィニッシュ。これから打つスイングが最高です。美しすぎます。コースも惜しかったんですけどね、ちゃんと、立て直してきましたね。ピンの真横につけてきました。ティーショットは左だ。いや、いいですよ左でも。そうですか、はい、ここからキックしてボールは見えています。まあまあですね。そうですか、はい、もう右は絶対ダメなんだと。そうですね、さあ森田です。この一打は大きいです。非常に大きい一打です。ピンまで206ヤード3のユーティリティを使います。はい、もうグリーンセンター狙いでいいと思います。右、ちょっと右に出たか。グリーンの右です。距離が残るイーグルチャンスになりました。ここで奇跡を起こす森田プロ衝撃的パターをご覧ください。現在藤本麻子14アンダー、森田理香子が1打差でこれからイーグルトライ、決まれば逆転します。表情が厳しくなった。まだ距離はあります。どうか、伸びてきた、伸びてきて、森田理香子イーグル、逆転、15アンダーにしました。いかがでしたか。この後18番はパーで見事優勝をつかみ取りました。現在の森田理香子プロのスイングも大好きですが、この頃の流れるようなスイングが大好きです。今後の活躍も期待しています。